いやー、南風が強くなってきました。明日あたり天気悪くなってくるのかな。さっきまで病院行ってました。こないだのね、キャンプ動画の時も行ってましたけど、体調悪くてね、先々週ぐらいからかな、体調悪いってね。まあ、結論から言うと、胆嚢の薬をまたもらうようになりました。なんだろう、胆嚢から出てくる液っていうのかな、胆汁っていうのかな、それをね、出す胆管ってところが詰まると激痛で入院になるんですよ。去年そうだったから、ちょうど今頃、今頃はもう入院何日目か経ってたな。それでね、その胆管っていうのかな、そこの流れを良くするのに、まあ、薬もらうんですけどね、要は石とかをね、出すために。で、去年もね、4月ぐらいから飲んでたんですよ。 MRI だったかエコーだったかやって急遽飲んでたんだけど、その薬飲んで1ヶ月後くらいに入院になりましたね。流れが良すぎて石でも引っかかったのかな。胆嚢痛くなるときはね、前触れって前触れなかったな。突然ですね、朝なんか胃のあたりが張ってるなぁと思ってたら、昼には動けなくなる、痛くて。その痛さったらないからね。まあ、手術で取っちゃってもいいみたいなんだけど、ついてるもん取ってね、いいとも思えないんだよね。まあそんな感じで、また今日から薬飲む羽目になってます。あ、今日は結構潮が満ちてる。釣り道具持ってきてないんですよ。キャンプ道具積み込む時に下ろしちゃって。最新のね、 CT 体映すやつ、あれすっごいですよ。早い。1分もかかんなかったかな。あっという間に終わるからね。 MRI とかも全部揃ってる病院なんだけど、なんか院長がね、最新のものが好きでね、まあそっちに投資してるんですよね。だから何でもない時でもね、念のため CT 撮ろうとか MRI やろうとかって言うんですよね、あの院長。結局ね、健康診断とか最低限のものしかやらないんですよね。うん。で、その健康診断の結果持ってって、足りないやつを、1年間のうちに何回かに分けていろいろ見てってもらってるんだけどね。主治医ってのは本当大切だよなと思います。それで一昨日のね、キャンプの夜に、まあある物が届いてたんですよ。まあ、タイトル書いてあるからわかるだろうけど、で、不在だったから持ち帰って営業所止めにしてもらって、今取ってきました。で、家に帰って開ければいいんだけどね、我慢できないから公園で開けます。変なとこで開封動画します。ここがいいかな、声が響くかな。あー、若干響くな。いや、結構響くな。物撮りするんでね、今インスタ360 1RS 使ってるんだけど、リールクスに変更します。はい、DJI マイク、これが届いたんで開封します。これですね、どっから開けるのかな、ここか。はい、それじゃあ開けますね。オープン。おー、出てきた出てきた、これだよこれ。じゃあペリペリを剥がしますか。はい、 DJI、 はい、開けてみますね。オープン。うお、うおうおうお、素晴らしい。蓋開けた瞬間にね、電源入ってペアリング始まったのかな。これがね、レシーバーで、この2つがマイクですね。じゃあ出してみます。おお、まずね、言語選べって、日本語があった。日本語、時刻設定、設定されてるな。なんかね、ここのね、タッチ画面で
音量やら設定やらステレオモノラルレシーバーなんたらいろいろ設定できますね。これはいい。それとマイクをケースから出した瞬間にマイクの音反応し始めましたね。マイクがね、2つ。こっちはどうやればいいんだ。ステレオにするには、LR、 はい、なんかいじってたらこれでステレオですね。今日はね、このマイクをまあ一人で使ってもいいし、一つ喋るのに使ってもう一人の人に持ってもらって二人で撮ることもできるし、例えばこっちで声撮ってて、こっちで環境音撮ってもいいし、こうやって並べりゃステレオで撮れるのかな。こんな感じで、すごいな。でこれ自体がね、充電ケースになってるんですよね。ここで USB-C かなで充電できそうですね。それでこれはどうつけるんだ。これをねこう入れると、入った。これがねカメラのシューのとこにつくのかな。例えばこういうとこにこう、でね、自撮りなんかしてるときにこうやって見やすいんですよね。あとねこれがね USB-C、 どっちから入れるんだ。こうか。これが USB-C ね。 USB-C にするとスマホとかにガッシャンって、これ汗かいちゃう。こんな感じで使えるんでしょうね。これで、これが USB-C で、これがね iPhone とかの端子みたいですね。とまあこういう感じでワイヤレスマイク、マイク2つに受信機、素晴らしいな。でこのケースに入れてカチャンってやるともう充電されてるわけですね。他の付属品はなんだ、中にポーチ DJI って書いた、この中に、ケーブル類、これは充電用の USB-C で、これカメラと接続する、カメラと受信機を接続するケーブル、それとねモフモフ、こんな感じになりますね。それとね、もちろんこれだけでマイクでいけるんだけど、ここにねジャックがあるから、ここにラベリアマイク、ピンマイク挿してケーブル出してね、これポケットかなんかしまってピンマイクつけるとか、あとこれが磁石なんですよね。これを洋服の下かなんかに入れて挟み込む。 DJI アクション2とかもこういうマグネットついてますからね。いやこれはいいな。問題は音質なんだけど、ラベリア、あのピンマイクのいいやつ使えば音質は綺麗に取れるはずです。こういうのね、あのピンマイク使った方がいい音するんですよね。これはいい。値段がね DJI ストアから送料税込み47,000円、ちょっと高いね。このマイクいいわ。今日は DJI マイク開封だけ。使い方はちょっといじって慣れないと。次回からバンバン使っていこうかな。と思います。